これよりエキシビジョンマッチ第2戦を始めます。それでは対戦スロットスタート。第2戦のギアファイターは飛び田クラブ天才ギアマスターの異名を取る陣京介。あれ、京介のやつ人気あるじゃない。そりゃそうだよ。京介は日本にだって数人しかいないギアマスターの称号を持ってるんだからな。おや、マイティギアズからの対戦相手が表示されないのはどうしたことでしょう。陣京介の相手はすでに決まっている。天才は天才を呼ぶ。これはリクエストなのだ。マイティギアズの一人、大川騎進のな。大川騎進、彼はこのファイトが始まる最初に私に言った。どうせやるなら陣京介、君とやらせろとな。俺と？そうだ、奴の相手となるのは陣京介、君しかいないそうだ。どうする？嫌なら抽選を続けるが。きっと何か裏があるに違いないよ。俺は構わない。え？そいつはどこにいるんだ？出てきたのか、陣京介が。はい。皆さん、所用ができました。全員、あと一手で詰まさせていただきます。遅いな、騎進ってやつ。逃げたんじゃないのか？わかったわよ、大川騎進。え？天才騎士、大川騎進。なんだこいつの写真。ハンニャの面。騎進は江戸時代から続く将棋の大家大川家の跡継ぎよ。大川流には一子相伝の奥義があって、対局の時にハンニャの面をつけ、そのうちに勝負の厳しさを込めると言われてるわ。仮面をつけてるってことは、騎進ってやつすでにその奥義を受け継いでいるのか。けど将棋とギアファイトに関係なんてあるのか。将棋の精神力、集中力、戦略性はギアファイトともよく似ている。武術も同じだ。騎進は最初の一手を指すだけで100手先まで見通せるそうよ。本当？京介、負けるなよ。お前が負けたらチームの勝利はなくなるんだ。チームなんてどうでもいい。俺は最強のギアを求めるためだけに戦う。あいつたまに俺を無視するんだよな。何か恨みでもあるのかな。ないと言えば嘘だろ。どうして？だってお前のガルダイーグルがディノスパルターに初めて黒星をつけたんだからな。え、本当？そうだ、ガルダイーグルが。俺はお前のガルダイーグルを修理しながら感動した。その完成度の高さ、ボディだけじゃない、セッティングバランスといい、俺のディノスパルタにはない美しさ、気高さを持っていた。悔しいが今の俺にもあのマシンは作れない。俺は必ずガルダイーグルを超えるギアを作り上げてみせる。どこにいるんだ。もうどうしたんだよ。うわ、なんだありゃ。しかしどうしたことでしょう。対戦者大川騎進の姿は未だ見えません。規定の待ち時間を超えると陣京介の不戦勝になってしまいます。たけし、
奴が来なければ恥をかくのはわしら親子だぞ。奴の天才と呼ばれる男、時々何を考えているのかわからぬところがありましてね。お、来たようです。どうしたの。あ、来ました、マイティギアズ第2のファイター、大川騎士。誰もが待ちかねた若き鬼が姿を現しました。すでにその般若の面の下にはみなぎる闘志が燃え盛っていることでしょう。前人未到の戦いに勝利をつかむのはどちら。あれが奴のギア。エキシビジョンマッチ第2試合、ディノスパルタン VS 希少格ラウンド1、行くぜ。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。の動きを読んでいるような鬼神、先手を取ったのは希少格です。まずい、ディノスパルタンにダメージがバラバラにされるぞ。え、ディノスパルタンの底力はこんなものじゃないぜ。今だ、行け、ディノスパルタン。1戦目は京介の勝ちだ。え、あれは大川鬼神じゃないわ。これはどういうことなのでしょう。前代未聞のこのギアファイト、一体どうなってしまうのでしょうか。どうもこうも相手がいないなら京介の不戦勝だよ。そうだわ。誰？ジン・キョウスケ、お前の駒は踊っているか？たーあ！あ！待たせたな、ジン・キョウスケ。騎士！あいつが本物か！確かに偽物より派手な登場ね。ちょっと待ってください。どんな事情があろうと本人以外がファイトするなんてルール違反もいいところです。そうよ、飛びたクラブの不正勝よ。騎士、訳があるのか。そんなものはない、舐めていただけだ。なんだと。おいお前、こいつが誰か知ってるのか。こいつはこれでも天才と呼ばれるギアマスターなんだぞ。ならば同じ世界に天才と呼ばれる者は二人もいらない。私のデビューで華々しく散らせてやる。
京介くん、挑発に乗ってはダメ。あなたの勝ちよ。いいわね、万願寺くん。待て、俺は最後まで戦う。これで僕たちのチームが一勝一敗になるんだぞ。うるさい、チームなんて俺には関係ない。いいな満願寺。勝手にするがいい。さあ来い騎士。京介、この勝負すでに詰んでいる。なんだと？第一戦からすでに勝負は始まっていた。貴様が私の挑発に乗った時、この勝負の行方は決まったのだ。やはり京介を焦らせるためにわざと遅れてきたのか。その通り。陣京介、お前は私の策略にはまったのだ。今のリリース激にすぎ、本来投げるべきコースからわずかに外れた。このままコースアウトか。どうする、ディノスパルタ。なめるな、ディノスパルタの実力を。行くんだ。マス目をずらし、相手の隙を突く筋違い角。対戦者はマス目のズレに気づかず、思わぬ奇襲を受ける。だがその手もすでに読めている。かわされた。いけるのか。お前には対局が見えていない。この勝負、すでに詰んでいると言っただろう。お、そうか、これはディンプルストレートタイプのリングだったのか。ディンプルストレートタイプって？公式戦では滅多に使わない、一定の時間でスパイクが現れるリングだ。やった！ケーマ飛びで詰みだ。熾烈を極めた第2ラウンド、大川騎士ケーマ飛びで見事な王手。これで1勝1敗。決着は第3ラウンドにもつれ込みました。まさか奴はあの障害物が現れることまで読んでいたのか。だとしたらなんと恐ろしい奴。京介、京介、それは AI 回路。やめろ、それは明らかにレギュレーション違反だ。うるさい、ギアはパワーだ、技術だ。ルールを無視してでも勝ちたいのか。ああ、勝ちたい。たとえどんな手を使ってでもだ。お前のようないい子ちゃん気取りにはわからないさ。なんだと。力と技でねじ伏せる、それが俺のギアファイトだ。京介、それに最初に偽物を出してルールを破ったのは向こうだ。
文句ないはず。京介くん。この事実を発表すれば奴は失格に。噂に聞く AI ギアが面白いじゃないか。こいつのホイールとフロントウェポンには特殊センサーが装備している。この2つのセンサーがフロントウェポンとホイールのパワーバランスを常に最適の状態に整える。騎士、貴様にも俺の技術の凄さを思い知らせてやる。貴様など筆十分だ。なるな京介、あれは奴の罠だ。いよいよ始まるファイナルバトル。天才にナンバー2の呼び名は似合わない。天才の頂点に立つのはどっちだ。ファイナルラウンドセットアップ、レディーゴー。なんだ、いきなり故障か。違う、センサーの無駄な動きを排除しているんだ。ギアが切り替わった。いいぞ、先手を取った。さっきまでの動きとはまるで違う。一気に勝負をつけるつもりか。ディノスパルタ、もらった。行け、ディノスパルタ。ジン・キョウスケ、今度のクマは踊っているのだが、何？サーシの真後ろはセンサーはついていない。奴は一瞬でセンサーの死角を振り切れない。見て、あれを。え、はあ、ディノスパルタンのバッテリーがどうしてあんなに少なくなるんだ。そうか、空気抵抗だ。空気抵抗？猛スピードで走るギアには強烈な空気の壁が発生する。でもその真後ろだけは別だ。切り裂かれた空気が巻き込まれ、それを利用することで後ろのギアは自分のエネルギーを消費しなくても走れるんだ。 F1 などで使われる高等テクニック、スリップストリーム。やつは最初からディノスパルタンのバッテリー切れを狙って。あ、ディノスパルタンが。布石は揃ったようだ。まさか飛び散った駒の動きまで。そのまさかよ、ジン・キョウス。二度と私の前に姿を現せぬ。最も惨めな負け方を味わわせてやる。ああ、グズメだ。とうとう決着はついた。第2戦、天才ギアマスターを破ったのは天才騎士大川騎士。無謀負け方だ。やめろ。天才ギアマスター、そんなざまではお前の駒が泣いているぞ。は？
と強いギアを次です。参りました。